こんなところで同族に会えるとはな。貴様のような下っ端と一緒にするな。げげげ。確かに天界ではあんたのそばにすら立てなかったろうな。だけどここじゃ力が全てだ。あんたも鍵を探しているんだろう。俺の知ったことではない。かつては同じ側で戦った者の良しを見逃してやる。直ちにこの場から去る。何を後ろに守っている。あんただって天界へ帰る機会を狙っているはずだ。そこに鍵が あるんだろう。貴様が探しているようなものはない。だがこれ以上ここを汚すな。やつは動けねえ。袋叩きにしてやる。やれ。待ちなさい。また貴様らか。まとめてここで殺してくれ。違う、殺してやる。
痛い。やった。痛い。平気なんだな。上妙のものではそいつにとどめを刺すことはできない。早く逃げろ。でもそれじゃサーンさんは。俺のことは気にしないでいい。いくらやっても無駄なんだな。いくらやっても無駄なんだな。何？でも鍵見つけ。戦略的撤退なんだな。ソーさん、大丈夫？俺のことは気にするなと言った。おい、助けてやったのにそんな言い方はねえだろ。誰も助けてくれなどと頼んだ覚えはない。最低に嫌な性格。まだ見守り続けてくれているのか。ではやはり彼はそうなのか。お前は私にそう言いたいのだな。バイバアル君って昔の記憶がないの？ええ。奇遇だな。実はあたいもなんだ。え？二人は子供の頃に結婚を誓い合った仲。でも反対する両親によって魔法で記憶を消されてしまったのね。そうだったんですか？なんちゃってな。本気にするなよ。ってのはなんだよ。そのほってのはそんなにあたいが嫌なのかよ。ええ、そういうわけじゃなくて。世の中そんなに記憶喪失の人ばかりだったら大変よね。まったく。さあ、でも記憶がないってのは本当なんだ。ほんの一部だけなんだけどな。本当？あたいの家が呪術師の家系だって言ったことがあった。親父は呪術師というより考古学者だったけどな。で、あたいが小さい頃、親父が実験か何かで失敗したわ。で、その時の記憶がぽっかりと。そんなことがあったの？ああ、家は全壊、親父はあの世に行っちまった。そんな。湿っぽい話しちまったな。さあ、仕事に行こうぜ。おはよう。あれ？また深刻な相談？あ、
とっても嫌な予感。そう固くならなくても大丈夫だよ。わ、来てくれてちょうどよかったよ。何？実は近いうちに大規模な戦闘がある。それにカリンちゃんも加わってほしい。大規模な戦闘？そうだ。俺たちは海賊王ディバの本格的な討伐に乗り出す。それで腕利きのパーティーである。お前さんたちにも協力してほしいというわけだ。なるほどね。うん、いいよ。僕らもユマにはいろいろとお返ししてやらなきゃいけないし。で、具体的な計画は？明朝、マクドワル氏の手配した貿易船がアトラッカに着く。奴らは間違いなく襲ってくるだろう。だが、そいつはおとりだ。そこを僕らで叩き潰そうってわけね。おとりとは言っても乗ってる積み荷は本物だ。嘘の情報でごまかせるほど甘い相手ではないんでね。マクドガルさんの協力なしではできない作戦だ。で、僕らは何をすればいいの？結構は明日の朝。今日のところはゆっくりと休んで英気を養っておいてくれ。実はこの前の浜開きの時のお礼に今日だけビーチを君たちの貸し切りにしてるんだ。本当？ま、ゆっくり楽しんできな。へえ、本当ですか？早速ビーチに繰り出すわよ。楽しかった。あれ？どうしたんですか？ううん、なんでもない。明日はいよいよ決戦か。ソフィア、死ぬなよ。変だな。なんだこの違和感は。あれは、まさか。どうしたの？そう、それより明日は早いからもう休んだらどうだ。何も打ち合わせしなくていいの？一応全て秘密裏に動いてるんだな。明朝、船に乗り込んでから具体的な作戦を話す。寝過ごすなよ。了解。カリン、さっきからどうしたの？どうもさっきから妙な違和感が。そういえば私もなんとなく。あ！灯台が消えてる！灯台の明かりがないと船が帰ってこれないんじゃないのか？行ってみよう。魔物が。
灯台に魔物がいるの？もしかしてこれもデュバの仕業かな。まさか TT おじさんのここへ。上へ行くわよ。 TT おじさん、 TT。 ソフィアさん、ここは僕たちが引き受けますから、ソフィアさんは TT おじさんとルルちゃんを安全なところへ。わかったわ。でもすぐ戻ってくるから無理しないでね。Thank you.
惑を見失ったのも、それだった。TP おじさんの具合は？命に別状はないわ。大体あのバカがそう簡単にくたばるもんですか。そうだね、TP おじさんだもんね。よし、一気に片付けるわよ。
退却信号か。ひとまずの危機は去ったというわけだな。しかし、TT おじさん、もう動いても大丈夫なの？ああ、助けてもらうのが早かったおかげでね。カリンちゃんは命の恩人だよ。僕じゃないよ。お礼なら運んでくれたソフィアさんに。ソフィアが？そうだったのか。変な受け取り方をしないでよね。私はあんたなんかに触るのは真っ平だったから、ルルに魔法で浮かべてもらってここまで蹴飛ばしてきただけよ。そうか。いや、いずれにしても感謝してるよ。ありがとう。さて、お疲れのところすまないが、出航する時間が来たようだ。急いで装備を整えてきてくれ。武器屋と道具屋には無理を言って店を開けてもらっている。準備ができたらまたここに戻ってきてくれ。おう、いらっしゃい。準備はできたのか？みんな大丈夫？いつでも OK よ。よし、じゃあ早速船に乗り込んでくれ。出航する。作戦通り。俺天才。